現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。あ、おはようございます。始まってるよ。おはようございます。藤井さん、はい、言ってくださいよ。始まってますよ。今日も素敵な声でね。あ、はい、どうもありがとうございます。始まりましたけど、はい、ひどいですね。僕のハミングを、はい、こっそりと、はい、今日ここから聞いてる人もねいると思うんで、わけわかんなくなっちゃいけないんで、はい、ご挨拶も含めてやってもらえますか。はい、はい、じゃあ改めましておはようございます。おはようございます。ナビゲーターの椎木です。ファイナンシャルプランナーの藤井です。はい、藤井さん、あ、今日はですね、はい、ウェビナー、今の解説は今の解説いりますか。はい、いりますよ。それはもう時間ないんで先言っちゃいますね、僕は。はい、彼いい声を出すために、はい、何回もこのポッドキャストで言ってるんですけど、はい、ね。そうですね。収録前に必ず、もののけ姫のハミングを、はい、するんですよね。はい。はい。収録をするぞって言いながら、その様子をさっき撮ってたんですよ。はい。収録させてもらいました。もう、ちょっと今後僕のハミングが皆さんの耳にね、はい、届いてしまったんで、はい、僕はちょっと嬉しいです。まあ、今日も素敵なお声ですね。ありがとうございます。ハミングのおかげです。はい。いや、今日はですね、ちょっと嬉しい。はい。ウェビナーを、はい、はい、先日ですね、行いました。このウェビナーが終わった後に、収録をしております。疲れましたね。疲れましたね。疲れました。はい。いや、でも、3回。はい。よかったですね。もう、全3回で、延べ、16人、ね、いやいやいや、今日はもう、結構いらしてたから。今日6人とか7人ぐらい。20人ぐらい、そうは言っても、あれなんじゃないですか。すごいですね。まあ、ね、まあ、そうは言っても20人かよって思う人もいれば、あれだと思うんですけど。はい、はい。ですけど、でも20名の方に、はい、はい。ということで、はい、本当に、なんかありがたいですね。参加者からはね、こう連絡結構いただいてまして、そう、所得、作りたいですって、ね、おー、すごい。さっきも申し込みをなんかいただいてたりとか、本当ですか、はい、してますんでね、しっかりと、はい、貢献していきたいなと。はい、そう、まあ、今後もこのウェビナーとかっていうのは、そうですね、やっぱり定期的に不労所得作りって、まあ、今回やってみて思ったんですけど、はい、ニーズはやっぱあるなと思うので、やっていこうかなと思います。はい、わかりました。じゃあ今後ともよろしくお願いします。そうですね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。はい、という、まあ、ウェビナーの後に、はい。ちょっとこの収録しておりますけども、はい。ということで、今回のテーマはですね、うん、マネーリテラシー、はい。ってことなんですけど、うんうんうん、これ先ほどのウェビナーの中で、はい。さんが言われてた。結構しきりにね。言われてましたよね。はい。マネーリテラシー大事だよ。マネーリテラシーの向上が目的ですよ、と。はいはい。はい。じゃあ、マネーリテラシー、マネーリテラシーって言うけど、うん、マネーリテラシーって一体何なんですか、と。あ、はい。はい、ちょっとこれ気になってる方とか、わかんない方もいらっしゃると思うんで、うんうんうん、で、僕自身もですね、ちょっとそこまで、グリさんが頻繁に言ってる言葉なんで、うん、はい、ちょっとどういうか。紐解いてね、はい。はい。教えていただきたいなと思うんですけど。ですね、もう本当にね、マネーリテラシーって大事だなって思うことが多くて、はいはいはい、はい。例えば、はい、さ、まあ、ごめんなさい、直訳すると、はい、マネーはお金じゃないですか。はい。で、リテラシーっていうのは、はい、読解記述力ってそのまま言うと、はい、読む、はい、読解、解、読、はい、読む、解く、記述、記述なんで書いたりとかする力って言って、はい、まあ、読んで聞いて書いて理解してみたいな、まあ、意味だと思うんですけど、はいはい、その、要はお金の知性っていう言い方をしたら分かりやすいのかな、うん、知恵とか知性とか、はいはい、あ、知識じゃないんですよね。知恵とか、知識か。うん、なんですよ。で、例えば、まあ、それ、はい、じゃあ何なのって言った時に、はい、じゃあその、言い方的には情報リテラシーっていう言葉もあるじゃないですか。ありますね。ね、最近よく聞くようになりましたよね。ね、はい。情報リテラシーって何なのかっていうと、その、今ね、すごい情報に溢れてる時代なんですよね。はい。だからなんか1年間で浴びせられる情報量が、なんか、
本当に人の300年分、これまでの人の300年分とかの情報とか、なんかちょっと何年か忘れたんですけど、はい、その中でいろんな情報があって、惑わされないように取捨選択しなきゃいけないじゃないですか。で、自分に合うものはピックアップして取り込むっていう。はいはい、まあ、まさにその意味と本当に似てて、マネーリテラシーっていうのはそれのお金版。まあ、お金版イコール情報リテラシーでもあるんで、はい、マネーリテラシーがイコール情報リテラシーだと、なるほど。も言えるのかなと思うんですよ。要はお金にまつわるその情報のリテラシーっていうことですね。はい、うん、そうそうそう。あ、なるほどなるほど。じゃあね、具体的にはどんなマネーリテラシーを問われる場が篠木さんあると思いますか。まあ、マネ、例えばですね、はい、まあ、藤井さんがまさにそうなんですけど、うん、保険とか、うん、金融商品とか、うんうん、まあ、こういうのがまさにマネーリテラシーが必要なのかなと思うんですけど、はいはいはい、僕もよく分かってない部分とかたくさんあって、はい、なんでじゃあ保険を入らないといけないのかとか、どういう保険があるのかとか、うん、その保険が一体どういうふうに運用されて保険会社儲かってるのかとか、うん、その辺全然知らないんで、うん、そうですね、はい、うん、ってことだったりとか、まあ、あとは、うん、例えば金利とかよく言いますよね、うんうんうん、ああいうものもマネーリテラシーだったりするのかなと。そうですよね、はい、まあ、先ほどおっしゃったように、うん、例えばその保険もね、はい、このポッドキャスト何回かお話してますけど、はい、うん、まあ、極論お金がある人は保険いらないんですよ、うんうんうん、それもマネーリテラシーなんですね。なるほど。なぜかっていうと、うん、まあ、延々と説明できれば、はい、あ、すごいこの人知性高いっていうし、うんうんうん、その保険って安いものを安く買って、はい、なんか起きた時に高い保証が得られるから、うんうん、そのいやレバレッジがかかってるわけですよ、はい、うん、でもそのレバレッジに預金が足してたら、うんうんうん、別にいらないわけですよ。そうですね、っていうのも一つだし、うん、先ほどおっしゃってた金利、あ、金利でいいこと思い出した。最近ね、はい、その金利のマジックだって思うことがあって、はい、久々に1年ぐらいぶりに会った、はいはい、もともと早期退職された、はい、あの人も6歳だと思うんですけど、はい、離婚はちょっとされてて、お子さん2人抱えてて、で早期退職で、早期退職されるタイミングで僕のセミナー来られて、で個別相談した方がいて1年ぶりに会ったんですよ。で、先生これ見てくださいとかって言って、はい、誰でも知ってるようなスーパーが、はいはい、全国的に展開している、はい、銀行さんの、なんかチラシが出てきて、はい、で、やっぱり今、本当に垣根なくなってて、証券と保険と銀行って金融機関あるんですけど、はい、もうこれ全部してるなと思ったんですけど、その商品が。で、これすごい金利がいいと思うんですよ。先生どう思いますかって見せられたチラシが、はい、なんと、パッと見たら、はい、3% って書いてあったんですよ。ほうほうほう、うん、じゃあ預けておいたら 3% の金利がつくっていう。そう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 、すごいですね。一口 3% とかって書いてあって、一口100万円 3% から受けできますみたいな、はいはい、あ、すごい高いじゃないですかこれ、いいじゃないですかって話してて、はい、で、まあ、でもそんなのないの知ってるから、はい、はいはいと思いながら絶対どっかにからくりあるわと思ってわーって見ていったら、はい、そうね、よく見たら 3%、はい、括弧3ヶ月間って書いてあったんですよ。はい。3ヶ月間だけってことですか？そう。へー。というとね、3% だったら、はい、3% 割る12ヶ月ってことは、はい、1ヶ月 0.25%、うんうん。まあまあ悪くないですよ。確かに。うんうんうん、でこれ3回もらったら 0.75% ですよね。はい。でも3ヶ月間だけ 3% なんで、うん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 、はい。で、1年間にならしてみると、金利が 0.75。うん、まあ悪くないよと、うん、確か悪くない、うんうん、普通預金でね今 0.025 とかだったらいいじゃないですか、はいはい、だけどもっとよく見てみると、うん、この商品のポートフォリオっていうんですけど、はいはいはい、実はこれ受けるときに、はい、その3割だったか4割だったかは、はい、その 3% なんですと、はい、要は銀行預金感覚で3ヶ月定期みたいな感じで、はい、ね、預ける3ヶ月 3% の定期だったんですよ、うんうんうん、はい、でそのうち30、はい、まあ確か 30% だと思うんですけど、はい、100万からしかできませんって書いてあるので、そのうち30万は普通預金の 0.75 なんですね、はい、うんうんうん、年間で言うと、はいはい、じゃあ残り70万は何だったかっていうと、そのインデックスファンドって言って、うん、そのなんか何のファンドだったかちょっと思い出せないですけど、なんかの指標をねこうなぞっていくような投資信託だったんですね。で、これを聞いて皆さんがどう思うかですよ。うん、100万のうち30万は、ね、うんうん、
3ヶ月 3% の普通預金で、うん、残り70万はインデックスファンド、うん、はい、先進国のインデックスファンドだったと思うんですけど、はい、これを見てどう思います？いや、僕はですね、まあ、なんか今の話聞くと、ちょっとそのリスクもあるし、で、リターンがじゃあめちゃくちゃ大きいのかって言ったらそうでもないし、うん、なんかそれに変わる案件なんかいくらでも今までの藤井さんの話から聞いてもあるんじゃないかなとちょっと思ってきて。あ、でも前提としては、僕の、なんかそういう面は、あの、まだ僕は見せてない人として。なるほど。はい。じゃあそれだけ目の前にボンと置かれて。そう。じゃあ他は一般的にっていう。他の銀行しか比較するものがないとすると、うん、まあなんかもしかしたらちょっとこうチャンスなのかなとかと思って、うん、ちょっと入れてしまうかもしれないですね、うんうん、だって割とまあそうは言っても、もう 0.75 だって数値としてはいいじゃないですか、うんうん、じゃあ他のところに入れるぐらいだったらで、まあまあその銀行っていう名前もついてるし、はい、有名どあのっていうところですよね、うんうん、はい、だったらまあ有名どころで信用もあるしっていうので、はいはい、とりあえずちょっと入れてみようとかっていうのは思うかもしれないですね、はい、と思いますよね、はい、じゃあちょっと、ね、細かくいきますよ、はいはい、30万がかける 0.75% つくと、はい、2250円もらえるわけですよ、うんうんうん、わかります、はい、でじゃあ70万が投資信託でしょ、はい、これ成功すればいいですよね、はいはい、じゃあ失敗したら、うん、この70万の価値が、じゃあ先進国でね、戦争が起こったりして、はい、ね、今なんかシリア攻撃とか、うん、ね、米中関係とか、いろいろあるじゃないですか、はい、で。それがどうなるかで、そういう先進国のインデックスファンドって、こう、かなり動くんですよ。はいはいはい。で、誰にもわかんないです、将来のことは。うん、だけど、70万が、例えばね、1% でも下がったりすると、どうなるかわかります？はい、70万が 1% 下がると、はい、7000円、はい、ということは2250円はすぐ飛びますねということなんですよ、はい、っていうのがリテラシー。なるほど、はい、わかります。いやー、それだったら普通に 0.02% でもうどっか別の銀行に預けといた方がいいのかなって思ってきますよ、ね。はい、でもね、もうやる気満々だったんですよ最初その人。あ、そうなんですか、はい、だって思いっきり 3% ドカーンってチラシの上の方に大きく3って書いてあるんですよ、はいはい、3% って、はいはい、で、確かに今低金利すぎるから、はい、悪くはないですよ、うんうん、もちろん先進国だったら、うん、一時下がってまた戻るかもしれないし、うんうん、はい、だけどそこをどう考えるかですよね、うん、なるほど、はい、いや、そこをちゃんと見定めて、はい、自分で選ぶんだったらいいけど、そうそうそう、そこが分かってなくてなんとなく良さそうとか 3% すごいだけで行っちゃうのが、うん、マネーリテラシーがあるかないかの差ってことですかね。でも今ね、正直、はい、あのこの聞いてる方がねいらっしゃったら本当に申し訳ないんですけど、はい、もうこれは大きな歯車の一つなんだと思って聞いてほしいんですけど、うん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 、特に銀行さんのね、はい、大きな問題にはなっていて、はい、去年からね、はい、やっぱ特に高齢者で普通預金に預けてると利息つかないから、はい、投資信託に入れましょうっていう時のうその安易な考え方というか、うん、でも確かに商品的には悪くなかったりするんですよ、うんうん、でもそういうので結構痛い目を見た人もたくさんいるし、だけど重要事項説明してますよねとかって言われたらもう何もできないわけですよ。うん、だからまあ僕は言ってるのは、例えばそういうのも含めて自分でこうやって判断できるような、うん、知性をつけるべきだし、それを息子とか娘にね、うん、学校で教えてくれないんだから、うんうんうん、それをね、どうせあなたは死ぬんだからいつかは、それを知性とか知恵で相続させるっていうのが大事なんじゃないですかっていうのはよく言いますよね、なるほど、はい、それもよく言われてることですもんね。そう、うん、だからやっぱりそのね、勉強する場所がないんですよ全然、うんうん、はい、だからマネーセミナーとかもね、はい、やっぱ非常に人気なんですよ。あとね、リテラシーを測るのに、はい、ちょっと一つ例を出しましょうか。はい、篠木さんね、はい、じゃあ、その、一般的に、じゃあ僕みたいな家族がいて、はい、じゃあそろそろ子供も大きくなってきたから、ね、家が手狭になってきたし、はい、じゃあ新居構えようかと、って言ってね、うんうんうん、なんかどっかメーカーに行くじゃないですか。はい、で、まあ、住宅ローンを組んで、はい、はい、例えば住宅の4000万組みますと、はい、はい、35年コツコツ返していったら、はい、今金利が安いからどうだとかっていう話があるわけですよ、うん、で、
で、支払いもね、はい、月、まあ、10万円ぐらいだったらなんとか払っていけるかなっていう体力ある人たちでね、なった時に、はい、住宅ローンでお家を買うってどういうイメージがあります？住宅ローンのお家買う、まあ、一般的ですし、はい、もう割とみんなやってるんで、はい、いいんじゃないのっていう。はい、一般的だなって感じですね。一般的ですよ、はい、むしろなんかちょっとポジティブな感じがしますね、うん、そうですねまあ家のためにはそれが一番いいみたいな。そうそうそう、家賃払うのもったいないしとか、はい、そういう考え方あるじゃないですか、うん、ありますね。ね、でも4000万の借金を背負ってるのは変わりないですよね。変わりないです ね。で、じゃあ例えば35年だったら今 1% ぐらいなんで、はい、まあ、1% 切ること変動だったら全然 0.5 とかですし、うんうん、35年固定でもいい、まあ 1% までは来ないけど、まあ、分かりやすく 1% としましょうよ。はい、はい、すると、年間の利息いくらですか？4000万から 1% ですよね。はい。まあ、いろいろ複雑なんだけど、ざっくり言うと。ざっくり言うと。はい、ざっくり言うと、40万。ってことですよね。はい。はい、じゃあ今度いきますよ。はい、じゃあ400万のカードローンを組む。はい。うん、ね、年利 10%。うんうんうん、はい、これ、イメージどうです？いや、それはなんかちょっと、危ないというか、あれですよね、ちょっとなんか、それこそマネーリテラシー低いんじゃないのとかって思っちゃいますよね。はいはいはい、あ、もう本当にお金に困ってるんだなっていう。なんか借金とか、ギャンブルとかで、はいはいはい、お金ないのかなとかって思っちゃいますよね。というふうにみんな思うじゃないですか。はい、じゃあ、そのね、カードローンの利息が 10% だったら、はい、400万に対して。400万の 10% だったら、40万。はい。あれあれ別に借金をしろって言ってるわけじゃないですよ。はいはいはい。否定もこうでもしません。はい、だけど、ね、はい、同じ40万だった時に、それがあなたにとってどう思うかっていうのは、うん、こう価値観があるじゃないですか。うんうんうん、でも、なんか人はなんとなく、こう、家をね、子供が大きくなったら買ってとかっていう、うんうんうん、まあ、極端に言うと刷り込みですよ。はいはいはい、イメージよくされてますよね。うん、だからなんか、すごい正義に感じるというか、うん、正しいものだというふうな感じがしません？します。でも4000万背負ってるんですよ。うん、4000万背負ってるのと400万背負ってるのどっちがいいんですかっていう話ですよ。いや確かにそうですね。払う利息一緒だよ。ああ、そう考えると、はい。いや、それはね、もちろん返していくときの含み、うん、なんていうか、利息がね、うん、要は乗ってくるのは、はい、確かにカードローンとかで、なかなか返せない方だと思うんですよ。うんうん、はい。元金が減らないから。はい。まあそういうのも、でも元気が減らないとは言っても、うん、事実4000万と400万って10倍違うわけですよ。うん、違いますね。っていうのをどう自分の中で判断してるのかっていうこともあるし、このポッドキャスト聞いてる方は、じゃあ年間 10% 以上で回せばどうですかと。確かに。はい、年間 30% 回したらどうですかと。確かに。はい、ああ、そういう考え方もあるんですね。そう。いや、確かに言われるまでなんかあんまり気づいてないというか、考えてなかったっていう方が的確かなと思うんですけど、うん、言われたら確かにそうなんですけど、うん、なんかそこをわざわざ考えなくても、いや、カードローンとか借金は悪いし、なんかその住宅ローンっていうのはみんなやってるし、前向きなことだし、まあ家になるしっていう、はい、なんかそんな感じで捉えてましたね。だから、はい、やっぱりそれ今まで教わることがないわけですよ。はい、ね、だからお金リテラシーってとっても大事なんじゃないかなとか、あるいは数値で把握するとかね、うん、って一回計算してみるとか、だからね、記述読解力だったっけ、うんうん、読解記述力か、はい、リテラシーって、うん、まあね、そういう自分で考えてみるっていうのね、大事ですよね。はい、いやー、ちょっとそれは結構大事ですね。自分の生活に直に、はい、はい、関わってくることなんだなっていうのは、うん、なんかマネーリテラシーって聞くと、やっぱちょっと金融商品とか、うん、それこそ保険とか、うん、ちょっと特殊な分野の人がやることなのかなとかって思ってたんですけど、うん、そういうことないでしょ、暮らしに直結してるし。本当ですね。だから僕結構言うんですよ、お客様でライフプランって言って、はい、シミュレーション立てるじゃないですか、はいはいはい、今車何年乗ってますみたいな、はい、あと何年乗れそうですみたいな、うんうんうん、次車買うときにキャッシュにしますか、はい、ローンにしますかみたいな質問するわけですよ、はい、いやいやもうローンなんてとんでもないんでって言う人いるんですよね、はいはい、まあそりゃそうですよねと、うん、確かにそうですねと、はい、でもちろん受け止めるんだけど、はい、実際何を思ってるかっていうと、うん、キャッシュで払うのもったいなくねとかって僕は思ったりするんですよ、うん、だって現金なくなるわけでしょ、うん、はい、確かに、はい、ただまあそれは性格もあるしね、うん、正解はないんだけど、
でもそれを突き詰めてこういう考え方も実はあるんですよって話すときに、あ、なるほどって言われることも結構あるんですよ。そうですね要はあの選択肢がいくらどれだけ自分で持てるかってことですよね、うんうんうん、でもその借金はダメってその内容を聞かずに、ただ借金はダメっていうだけだと、うん、はい、もうキャッシュで買うっていうしか選択肢がないけど、そう、今のそのじゃ例えばその現金があれば運用にも回せるし、はい、そう、他でお金を作ることもできるかもしれないけど、うん、それを踏まえて選択肢いくつかあるけど、その精神的にその借金っていうのを作りたくないからキャッシュで買いますっていう選択も、それよくわからない根拠ですよね、うんうんうん、実はな、まあ確かに借金は嫌だっていうイメージが刷り込まれてるから、うん、だけど本当にそうなのかっていうふうに考えることも大事だし、うんうん、別にキャッシュでね払うことで毎月支出がないからいい、うんうん、いい面も多いんですよ、もちろん、うんうん、はい、だけどそれ以上に回るものがあれば、やっぱりこの不労所得を気になっている人たちはそこはちょっと一回立ち止まってね、うん、考えても面白いかも知れませんね、ということで。いやー、本当ですね。いや、そう考えたら、結構、なんか今の人生でも損してたんじゃないかな、とか、振り返って、マネーリテラシーがあったら、あの時、もっとこうしては、うん、こうする方法があったんじゃないかな、うんうん、っていうのを思うってことは、今後の人生でも起こり得るってことですよね。そう。でも、もっと言うとね、はい、マネーリテラシーって、それ自分のお金の使ってるだけの話でしょ？そうですね。でしょ？はい。でも今、クラファンとかあるじゃないですか。クラウドファンっていうとか。はい。はい。まあ、車で車買いたいからクラウドファンするっていうんだったら、なんか、コンセプト的にはダメだけど、でも、こういう目的があって、こういうことをしたいから、車がいるんですっていうことがもし仮にできれば、自分のお金さえも使わなくてよくないわけですよ。そうですね。それもマネーリテラシーなんでしょ。なるほど。いや、確かにそうですね。そう。結構僕の周りでもやってる人いますからね、うん、自分のお金を使わずに、うん、例えば何か自分の欲しいものを手に入れたりとか、はい、事業を始めたりとか、そう、うん、だから価値と価値の基本的な交換を媒介するのがお金なわけですよ、うん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 、でも違うものを交換することができたら、うん、ね、別にそれが現金で払うって言わなくても良くなる可能性だってあるわけですよね、うん、まあ、そういうのもね、言い出したら深すぎるんで、うんうんうん、あれですけど、まあ、いろんな角度で物事を見てみるっていうのが大事だし、うんうん、その多角的な視野で子供たちとか、これから日本厳しくなるんでね、うんうん、本当に。だから次世代とか、息子さん、娘さん、うん、ないしはいとこ、はとこまで。まあ、ユダヤ人なんか本当にそういう状況でね、やっぱり、この世界を生き抜いてきてるわけですから、はい、日本人のユダヤ人化も必要なんじゃないかなと思います、はい、いやーでもすごいちょっと面白いですね、そう考えていくと面白いでしょ、面白いです、面白いですね、実は生活に直結してますからね、うん、はい、いや、はい、じゃあそういうのを、藤井さんは今後もなんかね発信、ね、ね、大学教授とかがね、言うようなものじゃなくて、なんか本当に身近でねお伝えできるような、立場になればなっていうふうに思っております、はい、ちょっとこれは今回はなんか幸せを運ぶっていうコンセプトではあるんですけど、はいはい、さらにもっと深い、そうですね、学問みたいな話、ね、いや、そう、まさにね、まあ、一生学問ですよ、うん、はい、いやこれはちょっと今回は結構その今までとは違うパターンで、あ、そうですか、はい、あれ面白かったんじゃないかなと思います、そういう意味ではね、リテラシーを高めて、うんうん、しいのきさんの女性リテラシーも気になるところですけど、はい、じゃあちょっとこの辺で今日はお後がよろしいようで、お後がよろしいようで、はい、藤井さん今週もありがとうございました、ありがとうございました。しいのきやすはるの気になる話、もういいよ、はい、藤井さん、ということで、はい、しのきコーナーが始まりました、気持ちね、最初より大きかったような気がしますけど自分のコーナーということで、はい、やっぱテンションが上がるもんですね、はいはい、はい、じゃあ今週のですね、はい、しのきコーナーなんですけど、はい、ちょっと藤井さん、うん、こんな記事というかですね、はいはい、情報を僕がちょっと入手したんですけど、うん、ですね、メガネを、うん、メガネのブランドかな、メガネを作ってる会社かな、うんうん、オンデーズって、オンデーズ。オンデーズ。はい、メガネのオンデーズっていう会社があるんですよ、はいはいはい、うん。で、割とベンチャーな会社らしいんですけど、うん、ここがですね、インフルエンサー、いわゆるですね、
風邪ですか？あ、それはインフルエンザですね。A 型、B 型の方です、ね。はい。ではなくて、インフルエンザって影響力を持ってるみたいな方のインフルエンザなんですけど。はいはいはい、で、流行りのね。流行りのですよね。うん、はいはいはい、で、これですね、そのオンデーズっていうところがやってるのが、主要 SNS、例えば Twitter とか、うん、インスタグラムとか、うんうん、っていうので、フォロワーが1500人以上いる人に対して、うんうん、社員雇用っていうんですか、うん、の際に、うん、5万円の、うん、手当をつけると。インフルエンサー優遇で。優遇もされるし、手当もつくしっていうので、やはりそういう、フォロワーとか、友達とか、周りに影響力のある人に対して、お金をプラスでこう出しますよっていうことをしてるんですよね。社員に？社員です。へぇってことはですよ、うん、じゃあ、1500人フォロワーがいる人といない人だったら、5万円の差が何もしなくても、働く内容関係ないんですよ。うんうんうん、生まれるわけじゃないですか。うん、これもいわゆる一つの不労所得って考えていいんですかね。いや、まあ、そうでしょう。ですよね。まさに不労だよね。ですよね。まあ、まあ、その築き上げてきたね、媒体を強くしてきた、はい、そういう意味では不労じゃないのかもしれないけど、はい、でも、やっぱそうだよね。やっぱそうですよね。うん、だからそういう時代になってきたんだなっていう、その、なんですか、資産が、周りの友達とか、うんうんうん、人とか、 なんかお客さん、うん、ファン、うんうん、ファンって言った方がいいですかね。そうですね。がもう資産になってる、うんうん、そこから所得、うん、もお金が生み出せるっていうのがすごいなと、うん、ちょっと思ったんですけど、いや本当にね、はい、まさにそういうその価値が、はい、その移り変わってて、はい、そのお金っていうね価値だけじゃなくて、はい、価値をこう可視化できるものが、うん、今までこう信頼とか人気とか面白いとか、なんか愛情が深いとか、そういうものってなかなかその資産として、その例えば会社だったらね、どういうんだろう、うちの会社の社員には、資産なんですよ、人材って資産だから資産なんだけど、例えばおばあちゃんがね赤信号になってでまだ歩いてたら助けに行けるやつが社員の 80% いますとかっていう、ね、絶対いい会社じゃないですか、そんなの。確かに。ね、それ可視化できなかったわけですよ。そういう意味でね、はい。だけど今後はおそらくそれができるようになるだろうというふうに言われていて、はい、そのおばあちゃんを助けるかどうかはちょっとわからないけど、例えばこの YouTuber とかもまさにそういう人たちで、うんうん、はい、YouTuber さんってチャンネル登録者数が向き人数出るじゃないですか。出ますね。はい。ね。で、あれって自分たちが発信してることとか好きなことを喋っていくと、うん、結局それが広告収入で、こう、まあ、豊かになってるのが表向きの話なんですよ、はい、あれって。うんうん、でも裏では、はい、実際はその人たちが、例えばなんかこう商品が扱うとか、はい、その人たちがグッズを出した時の、売り上げだって出るわけですよ、うんうん、もっと言うと、はい、なんか泊まらせてくれる人いませんかって YouTube で言った瞬間に、うんうん、全国で泊まらせてくれるところができるわけじゃないですか、はい、これってお金っていう媒体会を通さずに価値を交換してるわけですよね、うん、ですよね、うん、誰々さんっていう、うん、で自分が行くだけですもんね、しかもそう泊まる方はその提供しますけど、その泊まらせてもらう方がただ自分が行くだけっていうものに価値があると思うんですよね。だから誰々さんなんで、なんかもうお寿司取ってきましたみたいなね。ありえますか、ね、ありえるよね。というか絶対そうですよね、うん、じゃあヒカキンが家に来てくれるって、そうお金払ってでも来てほしいみたいな、うん、ファンもいますよね。だからそ価値、資本主義経済から価値主義経済に移り変わってるっていうのを、今僕が読んだ本でも言ってて、お金 2.0 っていうね、本が佐藤浩平さん、わかんないけど、すごい若い社長さんでね、そういう本があって、その方が言ってる本なんですね。でやっぱりそのわかりやすいのはツイッターのフォロワーとか、インスタグラムのそうだとかっていうのももちろんそうなんだけど、その共感できるとかね、っていうのもすごいその大事な資産になるし、その共感できる発信をしてるから、その人から物を買わなくてもなんか米を送るっていうかね、はい、我々の資産はまさにそうじゃないですか、ね、彼の言ってることですごい救われるから、もう本当になんかありがたいって言って、なんか気がついたら封筒にねお金が入ってて、誰かわかんないけど、よくわかんないけど雪ありましたとか、
米が送られてきたりとか、うん、酒が送られてきたりしてるじゃないですか、はい、まさにねすごい時代でして、うん、別にそれが5万円アップだけじゃなくてもいいはずなんですよ、うんうんはい、むしろその5万円以上の価値があると思いますよね、はい、そこにあの目をつけたね企業さんってやっぱ面白いなと思うし、今後も増えるんじゃないかなと思って、ね、まあでもねそれ言うんだったらね実はねあの別に社員じゃなくてもいいわけですよ。なるほどなるほどなるほど。だけど僕は多分ね憶測だけどそれをすることによってあなんかすごい時代も分かってる会社だなとか、うん、風通しが良さそうな会社だなとか、うん、っていうことでその学生さんたちも、まあ、ちょっと下世話の話ああいう会社ってすごい革新的だし面白いだなと思って、うん、リクルートに使ってる可能性があるわけですよ。確かにそうですね、はい、それがあるかもしれないですね。そうだからソフトバンクがペッパー君を入れて集客できたみたいなのと一緒で、はい、珍しいから行ってみるっていうのはありえますよね、うん、その珍しいのも価値じゃないですか、うんうんうん、そう考えたらでも情報の扱い方とか発信の仕方とかそうここが重要ってことですよね。そうそうそう。でも結局はねこの社会にどれだけ還元できたか、うん、貢献できたかが、はい、結果的に今まではお金とか年収っていうもので評価されてるものにプラスしてフォロワー数とか、うん、要は応援団の数ですから、うんはい、お金以上のもの、ねうん、泊まらせてって泊まらせてくれるし、ね、そこからあのね、お金が欲しいって言ったら送ってくれる人も出るだろうし、はいね、車がいる子供が生まれる子供がいるってなんか車送ってくれるかもしれないですよね。いや本当そうですよね。だから媒介できるあの今まで価値と価値を交換する媒介がお金しかなかったんだけど違うものができてきたっていうのはね、まあ、この本にも書いてありましたけど、ああ興味深いなと思ってね、はい、いやすごい面白い時代ですね。そうですね、うん、でもそれでメガネはやっぱ売れんのかね。メガネはね正直その、うん、オンデーズのメガネってなんかあんまり、うんまあ、僕はメガネかけないのもあるんですけど、うん、でもまあ若い子がねメガネをかけてなんかインスタで投稿してて、ね、メガネをかけてる時とかけてない時と見てかけてる方が可愛いなっていうね性フェチもあるから僕もどっちかというと目がかけてる方がいいんじゃないかって思うこと結構ありますからね。そういう意味ではいいよね。いいですね。まあ、なんかそれ自体宣伝になってますよね。まあね。オンデズって会社をこれで認知する人も増えるでしょうしね。そう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 。ああ、そう考えたらまあうまいですね。うん。双方がなんかすごいな。うん、情報のこの影響力を持つことってどれだけ大切かっていうのはね、よく分かってるんですよね。あれ、なんかいい事例でしたね。いい事例ですね。ところで、しのぎさんはメガネかけてる子が好きですか？かけてない子が好きなんですか？僕は両方好きです。ということで、藤井さん、本日も。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。